東京五輪汚職事件についてホリエモンが語ります。安倍元首相が亡くなった影響が様々なところで出始めているというホリエモン、今回検察が逮捕に踏み切ったのもそれが関係しているとか、自身の逮捕経験も踏まえて解説します。ではどうぞ。でもあれ大変ですよ、あの角川の会長とかね、あの年でね入ったら、ね、いやー僕だからもう全然予想した通りになってるわけですけど、あれって要は電通とかが普通にやってるビジネスじゃないですか、はい、口利き交戦ビジネスじゃないですか、 15% 払いますみたいな話で、たまたま東京オリンピックの組織委員会は国の金と都の金が入ってたから、うん、みなし公務員扱いになって、それでそれが賄賂認定されてるっていう図式ですよね。そうですね、全くおっしゃる通りで、わあ割と結構検察踏み込んだなっていう、贈賄と収賄、まあ、非常にシンプルな、図式なわけですけど、よくここまで踏み込んだなと思ったんですよね。相当恨みがあったんですかね。まあ、あれじゃないですか。安倍さんの流れじゃないですか。安倍さんの流れ。今の検事総長とか、下手したら検事総長になれなかったわけだから、例の黒川さんの方を安倍さんが引っ張ろうとしてたわけですから。ああ、そうかそうか。なんで、安倍さんが亡くなった後だし、かけ麻雀の黒川幹事長。そう、黒川さん、はい、ね。かけ麻雀でクビになっちゃった人。だから、安倍さんが亡くなって、いろんなところのタガが外れてるっていう感じですよ。だから、まあ、つまりそうか、安倍さんがまだ生きてて、黒川さんが要はまあ黒川さんもね、引退というか、ね、はい、弁護士かなんかどっかでやってるんですけど、そういう状況の中で、だけど安倍さん生きてたらさすがにそういったところまでは踏み込まなかった。元総理である森さんに聴取したりだとかですね、はい、そういったことをやりづらいじゃないですか。だから今回はやっぱり安倍派に対する揺さぶりだというふうに、安倍派というかまあ安倍一党に対するですね、揺さぶりだと私は瞬間思いましたね。オリンピックだって結局、安倍さんになったけど、まあ一生懸命ね、この誘致から始まって森さん、安倍さんっていう、この流れで来てますから。はい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 。と私は思いました。だそこで何かをやりたいと。はい、僕でも高橋さんへの恨みもあると思うんですよ、ね。まあ、あの人もちょっとやりすぎたって感じもするんだけれども。その高橋春之さんの、今捕まってる人ね、4回も逮捕しないですよね。あれだって同じ容疑だから、同じ容疑って、1.5 倍までしか求刑できないんですよ。だから詐欺で何回捕まっても、マックスは懲役15年なんで、詐欺罪って10年なんですね、懲役。で、マックスで 1.5 倍までなんで、詐欺罪でいくら捕まえても15年以上求刑できないんですよ。そもそも、しかもその上限まで求刑するっていうのは、その罪のもう一番重いやつってことなんで、まあ、ほぼないんですよ。僕は証券取引法違反で、そう当時は懲役5年だったんですよ。10年に引き上げられましたけど、金融商品取引法って法律に変わって。なんで、僕は7.5年なんですよ、マックス休憩されて。で、僕は4年だったんですけどね。2回逮捕されて、4年懲役4年の休憩をされて、2年6ヶ月。まあなんか執行猶予つくって言われてたんですけど、全然つかず、ビシッと実刑判決を暗い、悲惨だったんですけど、だから何回捕まえても一緒なのに、あんな執念深くやるのは、恨みもあんじゃないかなと思ったんですよね。